されました。贈り物の交換も行われ、音楽をたしなむ陛下にによる拉致被害者の家族は午後にトランプ大統領と面会し、拉致問題解決への協力を訴えます。日本人拉致被害者のの家族とトランプ大統領との面会は2017年の11月以来2度目で、面会は午後に元赤坂の迎賓館で行われます。拉致被害者家族会は拉致問題解決に向けトランプ大統領に協力を訴え、面会後に会見を開く予定です。初のトランプ杯を手にした浅野山、記録尽くしの優勝から一夜明けた心境を語りました。あれ、